皆様こんばんは。新日本フィルでコンサートマスターを務めさせていただいている西江達夫です。今日は、ここに集まってくださった、5人のメンバーを交えて、みんなで、3.11 のチャリティーコンサートをオン YouTube を、配信させていただきたいと思います。というのも、コロナウイルスの影響で多くの演奏会が中止される中、3月11日に企画されていた多くのチャリティーコンサートも行うことが難しい状況となりました。そんな中、何かできないかという思いを持った演奏家は多くいると思うんですけども、この場に皆さん集まってくださって、そして、司会者の田添奈穂子さんも、来てくださって、みんなでこの、ひとときを、東北に思いを寄せる、1時間弱になるかと思いますけど、そして、お届けできればなと思った次第です。最後までお楽しみください。
皆さん今日はどうもありがとうございます。ありがとうございます。本当に忙しいというか、なんかこんなにみんな、同じ思いを持った方が集まってみんなで何かできるというのは僕も非常に嬉しいんですけれど、コロナウイルスの影響もあって、僕らも本当にもう1ヶ月半ぐらい本番飛びましたけど、忙しいです。急にそう、急に暇になったでしょ、うんうん、それでいつの間にかもう3月も中頃近づいてきて、それで3月の11日には何かしたいなと思って、もうチャリティーコンサートもいっぱいありましたけど、本当にいっぱいキャンセルになって、で本当だったらね、新日本フィルもみんなで集まってオーケストラで何かこういうのができればよかったなと思うんですけども、日にちが迫る中いろいろ動いてみたんですけどね。ビルマンも本当にいろいろ動いてくれて、アポちゃんも篠崎さんも、ホールがね使えないっていう、ホールが使えないっていうのは難しい、ということで今日うちわではありますけれど、こういう小さなスペースに集まって、チャリティーコンサートというわけでもないですけれど、何かできればいいなという思いで集まった演奏者に、そしてそこに何かお手伝いすることはできないかと言って、わざわざ連絡をくださった田添真帆さん、ありがとうございます。こんにちは。ありがとうございます。とんでもないです。いつもね、新日本フィルの皆さんとは司会でお世話になっていて、で、ね、でニューイヤーコンサートとかでもね、そうそうそう、よくね、うん、司会なさってて、そうで、いつもだったらホールでね、たくさん素敵な音楽を聴かせていただくんですけど、もうこんな形になっていて、私たちも客席としても生音を聞く機会がないっていうのがね、すごく残念な不快で、でそして 3.11 に何かなさるっていうことだったので、何か私もお手伝いできたらななんて思ってカメラを回しに僕らもなんかね、いざ話せと言われるとどう話していいか分からないところがあるんで、もう本当に心底嬉しかったです。なんかこうね、例えば演奏者5人でこう何か会話しようって言っても途中で会話がね飛んでっちゃった、ね、いやいやいや、素敵なアンサンブルだとは思いますけど、それもね、でも 3.11 って皆さん実際どうされてたんですか。もう9年前になります。9年前、全然忘れない、ね、新日風は本番だったんですね、トリフォニーで本番で、それでその本番に出ていたこと、はい、私まだ団員じゃなかった。僕もまだ団員ではなかったテキストでそうだったんですね。どこに行った、グラッと来てる、それちょっと企業秘密なんですけど。そうなんで企業秘密だって、あれリハーサルが始まる何分か前、そう、もうそれからね、僕まだ秋葉原にいたんです。会場にいなかった。結構会場にたどり着けたんですね。たどり着けました。近いからね、歩いたまさか、いやいや、もうその瞬間からタクシー乗りました。揺れてる途中からタクシー乗りました。これやばい、これだったら、学院さんも本当いろんなところで、僕楽屋に行って練習してて、ミシッとか言って、あれやばいよこれとか思ったら、もう本当にひび入ってね、楽屋のカメラに、ピシピシピシって粉降ってきて、本当に扉開けて出たんですけど、もう学院の中にはね、電車止まっちゃって間に合わないとか言ってね、走ってきた人とかいましたよね、歩いてきた人みたいな、現代じゃ間に合わない人みたいな、そうだったかな、なんかそんなとこよりみんな今の揺れ大丈夫なのって言って、とりあえずテレビね、つけて、そうそう、そしたらどんな映像が、津波の映像がね、もうライブでそのままっていう感じだったから、これ本当みたいなね、大丈夫だよ大丈夫だよとか思ってたら、あれみたいな、すごかったじゃないですか、いや本当に波の高さで、そんな中でも、時新日本フィルはね、演奏会をするという決断をして、100人ぐらいでしたっけね、会場も、お客さん歩いて来られた、そうですよね、交通手段がね、もう時間だけもなくなってしまって、でああいう時にその演奏会をするかどうか、両方の意見があると思うんですけど、
もちろん子供なんか預けられてたね、お母さん方は心配で早く帰りたいって感じもあったし、うん、あ、そう、実際私は保育園に預けてたんですよね。で、私はちょっと違うところに行って、うん、ですの で保育園からはとりあえずシッターさんが受け取りに行ってくれて、うん、でそれで私はそれこそすぐだったからタクシーが捕まって、うん、でタクシーに乗って保育園に行って子供を抱えてみたいな感じではあったんですね、うんうん、そう、ちょっと暗い話にもなってきてしまいましたけど、うん、メンバーショックしてなかったですね。あ、そうですね、そうですね、まずはじゃあゲストで特別ゲストであのピアノ弾きに来てくださった菊池雄介さんです。イエーイ。ね、あの本当急遽頼んだのに心よく引き受けてくださって、いやコロナのおかげです。え、本当だったらね、もう忙しいんだね、今日なくなった。で、さっきほど紹介した、近い普段なさってくれる田添奈々子さん、あとは自分たちに向かチェロの長谷川亜希子です。イエイ。ビオラの白崎智美です。バイオリンの西江達夫です。同じくバイオリンのビルマン総平です。菊池くんはあの震災のその揺れた時っていうのはどこに？揺れた時は飛行機の中に。飛行機？うん、ああ。その日の12時だか12時半ぐらいのフライトで、うん、ヘルシンキに乗ってたんですね。うん、もうニュースも何も入ってこないわけ、その飛行機の中で。なんかね、着陸する前に、うん、日本でとても大きな地震があって。うん、その今後の旅行を続けられるかどうするか、うん、その着いたら決めてくださいっていうアナウンスがありました、ね。うん、まあ、僕らもそのまま行ったんですけど、うんうん、でもあの 3.11 でね、たくさんの方も亡くなって、そうですね、っていうのもあったし、で西江さんは仙台にもゆかりがあったから、その後このコンサートに行ったりしたんじゃないですか。というかその間の後、その復興のコンサートといってもいつやっていいのかっていうね、うん、その皆さんの心が、まあ、音楽なんて今頃まだっていう、その必要ないんじゃないかっていう考えもありましたし、うん、すぐはね、うん、まあ、しばらく経ってからはもちろんそれ関係のチャリティー公演というのはやったことはありますけども、行ってどうのこうのというよりはこっちで東京とか他でやってお金を送るとか、うんうん、寄付するとか、そういう、うん、とある方なんかね、僕がその自分の CD を売った収益をあの集めてその、まあ、東北に寄付しようと思ったら、もちろん買ってくださった方もいっぱいいたんだけど、現金だけ持ってきてこれをね、私も何かしたいんだけど、どうしていいのかわからないし、どこに送ったらどう使われるのかがわからないので、うん、ぜひ西江さんもね、あの知っているところに届けてほしいって言って持ってきてくださった方とか、うんうん、いましたか。でも皆さんそれぞれやっぱりいろんな形で、うん、そうですね、やりましたね。でもね、まあ本当に9年、まあ、きっと来年は10年なんでしょうけど、それはまだね、節目であって、やっぱりもう心の中で風化させないものだなっていうのはね、うん、常に思ってますよね。うんうん、なんか僕は小学3年生の時に、阪神・淡路大震災っていう、僕神戸出身なので、いたんですけど、大体やっぱり10年ぐらい、あのまあ、目に見える復興が、まあだいぶできてきたなと思うのに10年ぐらいかかるっていうのはなんとなくあの思ってたので、まあ、10年何かやり続けられたらなっていうことで、まあ、あのそれこそチャリティーコンサートだって、僕はあの日野市、東京の日野市との関係で気仙沼大島っていうところをすごいあの、まあ、やってたんですけど、気仙沼大島にもやっぱり 4,5 回は行ったかなっていうぐらい、あの、まあ、行って演奏したりこっちで演奏して収益金を持って行ったりっていうことを
まあ、今年は9年ということで、まあ、今日本当はコンサートやる予定だったんですけど、まあ、できなくなっちゃったんですけど、まあ、そういうので、まあ、10年ぐらいかなと思ってたんですけど、やっぱり津波の関係と、まあ、やっぱり放射能の関係で10年じゃ全然今回のは効かないんだなっていうのが。いやね、神戸の方とか行っても、うわここ綺麗じゃんって、そのなんていうの、もう全部、ね、崩れてなくなっちゃったところにあって、新しく建て替えたものとか全部新しいから、すごい綺麗に舗装されてして、うん、ああいうとこが全部本当はね、うん、壊滅的に被害みたいな、ああいうの見ると、ああなんかこう忘れちゃいけないから、そのなんていうの、当時 の, そのこんなことがあったんだけど残さなきゃいけない反面、それを見て心痛む方もいるでしょ、うん、津波とか放射能もそうだと思うんですけど、難しいところですよ ね,、うん、 ね, ねそれが、まあ、トラウマじゃない形で前向きな形で心に残ればいいけれど、またねそれは本当に人それぞれの感じ方だったりもするかしら、うんうん、僕はね、実はあの頃、毎月福島の浪江に通ってたんですよ、うん、教えに、うん、そう、教えに来て、それでもう穴になっちゃったと思って、うんうん、もうこれはこの土地には二度と行くことはできないんだろうみたいにその時思いましたね、うん、で、今起きていることは何かっていうと、結局土地は復旧してね、うんまあ、今度全部常磐線も全部つながって、うんうん、また帰るように帰還できる、ほとんどの人は帰還できるようになってるんだけど、うん、でも実際には帰ってこないんですよ。みんなもう、うん、避難先で新しい生活してるから、うん、もうね、ふるさとを追われて大変だったんだけど、それで人生の展望が開けた人もいるしね、だからそういういろんな引き込む思いっていうかね、本当に運命っていうのはね、不思議なものですし、また戻ってはもう一回一からで大変だよね、それをやんなきゃいけない。僕らだって今回コロナでこんななると思ってなかったから、普段演奏会やってて1ヶ月とか1ヶ月半の先のコンサートまで全部吹っ飛ぶってないですもんね。いやね、そういうだから生活しているそのための、まあ、仕事っちゃ仕事ですけど、音楽というもので食べていってる我々にとってもね、こういったことがその、まあ、震災とかで言ってみれば自分の仕事が、ね、できなくなるわけでしょ、全くね、うん、それのリミットって何か育ててたり、育てたりね、家がなくなっちゃったりしたらね、うんうん、いつ戻れるかとか、いつ終わるのかとか全く見えないね、うん、まあでもそういう中からでも本当に逆境をこういい方向に何て言うか捉えるというか、そういう方もいて、皆さん力強くね、うん、まあでもね、そんな中で、まあ、皆さんもね復興コンサートをやったりだとか、うん、日々きっと音楽を聴いてまた前向きな気持ちになれる方がきっとたくさんいらっしゃるだろうということで、日々音楽もねやってらっしゃるので、まあ、続いての曲に行きますか。続いての曲